ラジオネーム「はい、おにぎりピープル」うん、R さん、はい、今週の須田さんの「オールナイトニッポン」聞きましたか <laughs> え先週 R さんが須田さきで5個も韻を踏んだ部分、うん、須田さんもしっかり聞いていたらしく<お>ラスボスに5個も踏んでもらえたことに痛く、えー、感動し<ら>、えー、礼儀として、うん、これは自分も韻で返そうと。 1>, 1週間練りに練ったインを披露していましたありがたい r ステ指、うん、アナルキレジ <laughs> おいおい <laughs> バッチバチで全部見じゃかつ痛烈なディス <laughs> ただの呂布カルマ <laughs> <laughs> ただの呂布カルマ<笑><笑>ね呂布さんしかも須田さんは続けて「うん、早く r ステ定」とラップしてもう タップしていても止めねえからな。と、なんと、ステルスインまでをもう使いこなしているんです。ねうんね、これすごいわ。<laughs> マジでこいつ危ねえ。<laughs> ルさん、はい、月曜一部にとんでもない才能が眠っています。お気をつけください。危ないねえー。えこれ、どうですか聞きましたかいやこれ聞きましたよ。で、その、さかのぼってその前の前の週で酒井とね、うん、僕の話をしてくれてるやつも聞いて。うん、そう、なんかもう先々週の放送がね、うん、もうあのー、 ふざさんのオールナイト日本で、2時間立てす R ステイ維持っていうとんでもないね。そ,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 そうなんです。で、まあまあ、それも、まあ、そうそうあの、2時間聞いたんですけど、うん、あの、俺のね、いろんな、あの、ボンミス、うん、ラジオのミスとか、バーって並べられて聞いて、うん、俺、なんか、俺アホやんって思ってたん。やばい、忘れとか、<laughs> ねうん、その、同じこと、それではとか、同じこと2回言ったりとかね。めちゃくちゃアホやんとって思った。で <laughs>、ね、その流れがあって、うん、で、まあ、その、 あの、僕らのね、オールナイトの方でも、須田さんがこう話してくれて、まあでもちょっと俺のこと、まあちょっといじる、ディスってたから、ちょっともう陰で返そうと思って、須田さんで5個踏んだ。そしたら、須田さんが、ね、昨日のやつで、ね、踏み返してくれて、これアンサー。アンサー。完ありがたいです須田さんにアンサー。須田さんにアンサーしてもらうのありがたい。でも、ちょっと待ってくれ。何何やねん、アナルキレジ。アナルキレジってなんやねん。俺も、アナルキレジはいはいはいって振ったから、 ない、そんな言葉。なんか同じような言葉くっついてるから、ハイハイして入ってきてる。だから、あの、いや、重複しちゃってんだけヘッド頭痛みたいな感じ。いや、あの、切れ字のシチュエーションでアあなるだけだから。あなる、その、真っ暗、あの、説明が丁寧すぎ。でも、でも、切れ字ってあなるしかなんないな、なんないでも、なんかそれあって、俺も聞いて、で、やっぱもう、あのね、作家の福田さんが、須田さんのも同じやってるから、そうね。今日会議室でね、打ち合わせの時バーって来て、聞きましたよと、須田さんのやつ。ね、いや、あなる切れ字。 踏んで、そこを踏んだと見せかけて、実はその後、まあ、須田さん、ステルスインやっとったな。やってましたね、あれ。もう、ラップしてと。で、タップしていても止めないでよってう。あれ、二つもステルスインかわしましたね。でって、作家の奥田さんに言ったら、え二つあー、二つか。よしよしよし、見たこと言ったから、あれまだ隠してんのえ、やばいやばいやばい、やばい。んで、え、二つだ。え、え、めっちゃ勝ち誇った顔されたから、え、 ちょっとでこれ須田さんにこれステルスインもう一発やられてんのかと思ってえーちょっと俺トイレ行ってきていいですか,かっておい待て待て <laughs> 携帯置いてかお前 <laughs> <laughs> 俺携帯持、ね、<laughs> ってトイレでタイムフリー聞き直してお前ラジコ切ろうするつもりだろおちょっとトイレ行って,てしでトイレ行ってでトイレ個室バってもう鍵閉めて <laughs> でタイムフリーであの須田さんが踏んでくれてたとこ,こ聞き直してううん。うん,うんまずまあまあ最初のねあじゃあ一回この最初の 踏んでくれてたとこ、一回聞いてますあそうねあ。じゃあ、じゃあ、ちょっと一回、その、須田さんの、俺に踏んでくれたとこ、聞きましょう、うん、一回。音声今日用意してるんですかいいですね。ちゃんと。<laughs> R して、アナルキレジ。どうよ <laughs> どうよアナルキレジ、R してい。<laughs> どうよ、この痛烈なディス <laughs> <laughs> バカにしてるな。いやもう早くもう R してと。 ラップして、マジで。いや、ほんとに。もうタップしていても全然やめませんからね、こっちはもう。バーッといきますからね、そのまま。ここね、やっぱこ隠してる。これやっぱお見事な、その、アナル切れジでバッと引いといて、その後にこう、そ、そ、スッと忍ばして、文章の中忍ばしていく。ラップしてタップしていてもっていう。で、これ、ナイス、さすがやなと思って。うまいなと思ったけど、もう、どうやら福田さんよく、もう一個あるぞっていうのを聞いたから、俺トイレこもって、バーっと。 ラジコのタイムフリーでもう一回聞き直してんけど、ちょっと見つかんなくて、あれと思って。で、何やろいや、これもしかしてこのまんまの、あの、聞き方やったらあかんかもと思って、須田さんの言った言葉を、これもラップとして聞くんじゃなくて、音と、音で聞くんじゃなくて、ちょっともう、須田さんの言ってる言葉、須田さんの話した言葉、全文章、全文字を、まあ、ボイントシーに頭の中で分解して、まだコンピューター 俺の目の前の中にはもう全部ポイントシーンに分解されたアルファベットがブワーって。うわー、やばいさんの,言葉下いの文字があの空中に浮かんでるブワーって浮かんでて、浮かんだ結果、うん、ちょっと見つけた、うん。もう一個踏んでる場所見つけたんですけど、うん、ちょっとそこ一回聞いてみてください。うん、いや、ほんまね、こんな、綺麗字なんでほんま、こんな品のない。いや、でもあの、ははは、もしほんまに、あの、もしね、 万に一つもお困りのようでしたら、あの、私の地元の、あの、高槻駅の方に、あの、いい肛門がありますんで。ここなんですよ。皆さん分かりましたかこ,こ,これね、<ー>これね。 これ、ぼ、あの、普通に文章で聞いたら俺も聞き逃してたんですけど、母音としんに、須田さんの言葉、一字じく、ぜん分解した結果、ぶわー並んでるよん。こんな下品な言葉、え、いん、あおー、あ違う違う違う、あで、もしよろしければ、おい、おいおい、あ違う、これ違う、私の地元のあおいの、いおいよ、で、その、高月駅ああおい、え、これはいはいはい、伝えた、伝えた 捕まえました、ここにいました。はいはい、ここにいました。はい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 。アドイエイ、アールシテイ、タカツキ駅。これですか、あこれはやられたこと、お見事ですよ。アール、負けてんじゃん。いや、これは、いえいえいえ、まあ、確かに、一発…え、これ全部見じゃない全部見っすよねいや。 全部見、やよ。全部見やし、俺は、そのまま、見逃してたことに、まま悔しいし、まあ、まあ最終手段なのよ。ボイントシーン分解っていうのは最終手段なの最終手段。もう、ほんまは耳だけで聞き取りたい。でもやっぱもう、目に、目にばーって可視化して、やって。そんななんで、あの、あの、ちょっと知らなかった。あそれ、付き合い長いけど、今初めて知ってる。アイアンマンとかさ、自分でなんかパッと押したら、ここ目の前にモニターがあるよね。あれ、あれ出てくるから。あれ、あれ出てくるからってけど。それで、パッて捕まえたけど。 そうしないとい、ね、高槻駅発見できなかったこれはお見事やられた、うん、でも、うん、ち,ょちょっと一つやしてください<何>これね、うん、まあ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 母音は合ってるよ、うん、ただ「インってな、うん 踏み合いいもってもんじゃないの。踏み合いってもんじゃないの。陰は。ちょっと難しいちょっと待って。なんかあの、俺いつも踏んでみてくださいって頼んであるさ、踏んでんじえ、踏めって言われて踏んでんじゃないのいや、え、踏めって言われたら踏んだら、踏み合いってもんじゃないのよ。って言われて、めちゃ、お前今めちゃくちゃなこと言ってるよ。聞いてくれ。なんなの陰は、悔しい。陰は、踏んで終わりじゃないの。踏んだあと、響かせなあかんのよ。 だから文字としてはちょっと高槻駅えなんか精神のねごまかそうるなんかお前熱血でなんかなんか熱量で持ってる違う違うこれなこれちょっ物理的な話だけどこれはだ母音で分解したら母音は全部合ってるよ高槻駅ああういえいであーるして母音は合ってるでもでも口に出して響きとしてあールして高槻駅これ踏んでるよ聞こえる 聞こえないのよやろ、うん、どっちかっつうと、<あ>アナルキレジも R 指定とは踏んでるように聞こえないんです。うん だから、母音は合ってるのに。確かに、アナルキレスと高槻駅は。そっちは踏んでるように聞こえなねん。でも、R 指定やったら、どっちかやったら、ラップ指定とか、タップ指定てもの方が踏んでるように聞こえん確かに。なかこれ、大事なのは、母音合わせるだけじゃなくて、シーンとか、そのシーンも、シーンの響きって部分を大事にしないと。だから、え、R 指定って言葉は、R 指定のイが、最後の音のイっていうのが、抜けていく音なんですよ。だあんまり強調されに。言うたら、R 指定。 ってこう、流れていく指定でもいいんですよ。うん、だから、あの、ラップ指定とか流れていってもいい。うん、で、例えば、踏んでるように聞こえる言葉やったら、うん、えー、アップリケとかでもいいんですよ。なるほど。アップリケ、アップリケとか、え、やと、で、胃の部分を、アナルキレジとか、高カツキキやと、胃の部分を、尖らしてしまっての、音が強調、ね、してん。だから、い、ね、最後のケツが流れていけへんから、うん、ちょっとおかし、なんか、響き的に、ケの締まりが、 確かに R 指定と響きはもっと<う>離れてるって言ってたねで。R 指定の R をああうに分解して、うん、多分アナルとか高月の高津にしてるんですけど、うん、これ実は R が全部丸い音やから、うん、これ高津とかこう全部ね あの、角張ばった言葉にするよりは、あ、どっちかというか、なんか、シーンが離れすぎてんだ。そうそうそう。どっちかというと、あ,<ー>あの、丸みを帯びた言葉とか、まあ、ああの、アールのこの、アーの間を伸ばし棒を伸ばし棒をそのままにするとか、うん、例えば、まあ、ま、あラップとかのちっちゃい通にするとかにして、うん、あー、あうっていう音をア、うん、ールに近づけた方が響きいいんですよ。うんうん、なるほど。だから、あの、踏み外してるけど踏んでるように聞こえるっていう例の意味もあって、これ、 多いよね、そう、慎吾西成さんが俺の名前で踏んだんですけど、うん、R 指定はステージを優しく包み込む丸い視点を持たなあかんぞ。この R 指定、丸い視点っていうのは最後の して、んで、んは外れてんのよ、うん、いいと。でも、R していと、まーるい視点やったら、その R とまーるいっていうところが、やっぱ響きが似てる。うん、で、視、うん、点としてやったら、視点までが一緒やから、響きがほぼ一緒。うん、だからそれを並べると、母音に分解すると踏んでないんやけど、踏んでるように聞こえるという。うん、だから結構ね、イントシーンの関係性をしっかりした方が踏むように聞こえるよっていう、これちょっとプロからのご提案。<ー> <laughs> 須田さんがあるの変なスイッチ押しちゃって <laughs> これ菅田さんのせいだ <laughs> これもう本当に日本グラフ初回コーナーのとこでもねえのにようまあだから俺は、うん、あの確かにそのステルスイン高槻駅やられた、うん、でもこれはイン で、負けたというより、俺、どっちかっつったあの、須田さんのね、演技にやられたんすよ。そっちだ。あの、須田さん、これすごいのが、これすごいのが、あの、ね、もう一回、さっき聞いてもらいましたけど、アナルキレジ、でもこれ踏んだりましたっていう感じだして、その後に、あの、ステルスインとして、ラップしてとかタップしていてもっていうところ実はあれ、須田さんぐらいの人やったら、もっとね、隠せたんですよ、文章に。でも、そこで、一個、釣りとして、 隠してますよ。だから、隠す演技をしているという演技をして、うん、だから俺はそこに引っ張られて、うん、で、その後、なんか、まあまあまあ、綺麗事とかね、こんな下品なって、<laughs> で一人、笑ったじゃないですか。うん、あの笑い声で俺は、それまで陰の中で終わったと思。とだよね。あそこで一気とブロック終わりだよね。そう。で、終わったと思ってたら、うん、その、まあまあまあ、高月駅の、でもそれはもう、つけ足しぐらいの感じで。ね、まさかそこで踏んでると思わない。だから、ね、あれはもう俺は、陰では、 まあ正直その分解して今も言ったように全然負ける気はないけどやっぱ須田さんの演技俳優の日本一の俳優の演技彼の土俵で負けてしまったというねそうはねそういうことなんですよあいつ <laughs> あいつ、いい演技するよな。誰に言ってんのよ。正直ちょっと、日本一のバチバチ争いやっちゃったな。ちょっとオールナイトでね、その、月曜1部と、火曜2部で。おーい、おーい、お差が生まれてる。違う部いやーでも、プロフェッショナル同士のね、いい戦い、いい勝負見せてもらいましたよ。ほんと。でもなんか、俺、その、 あのー、昨日の放送聞いて、はい、あ、まさきいいインフムじゃん思うと まあまあまあ、どう、まあ楽曲提供してほしいって言うならね。<laughs> してほしいって言うならよ。もう吠えんなそんな、<laughs> どこで吠えてのそんな言うならよ。そ <laughs> なよ<の>。そちらさんが言うのであれば、あの、やぶさかではないよっていう、そういうお話。<laughs> 何発吠えん今日。<laughs> あの、ヤぶさかではないよーっていうお話ですね。<laughs> これもし聞いてなかったら、5に来たからね、周りの人ね、あの、聞かせてあげてください。やぶ,やぶさかではない。あ、菅田さんソニーかあら もう話早いじゃねえ簡単だな。簡単。それってさ、あのソニーのさ、社内で金が動くだけだから、あの金が外部流れて金かだかソニー的にも、それ、ソニー的にも利益出るからね、それってね。そのなんか、別に金を外に流さないっていう。自分たちの中で経済回すっていく。それいいことやろ。いや、まあいいことやねんけど、まあ。頭も喜ぶ、スダも喜ぶ、スダも、俺らも、俺らも、まあ、まんざらでは ま、まんぞろではないのよ。まんぞろ。すぎや、ほれすぎや。もう一つ来てるはいはい。ラジオネーム、朝礼に朝礼。はい。おい、グリピナッツ。はいはい。ソニーの看板アルバムの納期ギリギリのやつが何言ってんだよ。お前らは、ソニーのお荷物だ。ええそうなんよ。ええ、今、俺、スタさんに共作をしようぜって抜かしたやつが、お荷物。ええ